あの人の現在。半田健と現在は？また結婚してるとの噂も。イケメン俳優の登竜門で仮面ライダーシリーズである仮面ライダーファイズの主演を演じ一躍人気を博した半田健と、最近テレビで見かけることが少なくなってきているとの声も。そんな彼の現在は何をしているのでしょうか。結婚してる？半田健さんについて検索すると表示されるのが結婚というワードが出てきます。さて、半田健さんは結婚しているのでしょうか。そこで結婚しているのかどうかを調べてみたところ、どうやら結婚はしていないようで今も独身のようです。そんな半田健さん、なぜこのような噂をされてしまったのでしょうか。それは女優の羽賀ゆりやさんの存在です。羽賀ゆりやさんといえば、もともとはモデルさんをやっていた方で、印象的なのはセブンティーンというファッション誌です。そんなセブンティーン時代を経て女優業へ転身されました。女優としてのデビューは2003年に放送された仮面ライダーファイズのヒロイン役園田麻里を演じたことです。そしてこの仮面ライダーファイズでは主演が半田健さんでした。そんなお二人は2003年に共演してから2015年までずっと熱愛の噂がありました。しまいには結婚の噂まで広まり、一時期大騒動になりました。ですが2017年に羽賀ゆりやさんは俳優の鎌狩健太さんと結婚を発表。このことに半田健さんもお祝いのコメントを寄せています。長年羽賀ゆりやさんの彼氏は半田健さんと噂されていましたが、結局今までのことがデマだったと羽賀ゆりやさんの結婚で分かりました。そのことから結婚というキーワードが検索されているようです。現在何してる？俳優として活躍していた半田健さんですが、最近は姿を見なくなりました。その影響もあり、ネットで現在の半田健さんについて調べる人が増えているようです。そんな半田健さんといえば、仮面ライダーファイズで主演を演じ大きな注目を集めました。そして歴代の平成仮面ライダーを務めた役者はみんな俳優として大成しているため、ライダーシリーズの主人公に抜擢されたからには半田健さんも人気俳優になるのだろうと思いきや、意外なことに活躍は伸びなかったようです。では現在の半田健さんの仕事について調べてみたところ、今も俳優として仕事を続けているようです。仮面ライダーファイズの役としてスーパーヒーロー対戦 GP に出演をしています。他にもドラマそこをなんとか2に出演していたようです。目立った活躍こそはないものの、地道に俳優として仕事をしています。そして俳優だけではなく音楽活動にも力を入れているようで、ライブ活動も精力的にされています。一時期より俳優としては干されてしまった状態の半田健さん、戦隊シリーズの映画があるおかげで歴代ライダー枠に呼ばれるため、再び活躍するチャンスは大いにあると思います。さらに現在は音楽活動の方に力を入れているようです。チャリティーコンサートなどにも出演していますので、今後は歌手半田健として活躍されるかもしれません。